明治代の聖伊東の地図中国王朝時代の香港の歴史は旗が統治していた紀元前214年に始まった。この領域は19世紀イギリスが占領するまで一貫して中国の王朝に属してきた。この領域が初めて中国領となったのは旗の時代である。中国最初の皇帝始皇帝は紀元前214年に仁合王、関東。 競輪占領に派遣した香港は南海軍に位置し、万国に近い。真の正常が北方で不安になると、蝶卓が南越国の独立を宣言した。この地域はしっかりと南越国に統合された。ふんにもこの時代の文化遺産はまだ香港では発見されていない。南越国は紀元前111年に漢に併合された。 考古学資料によると、人口は、漢の時代から増えてきた。1950年代、リテイアという名の集落で、五漢時代のものと見られる墓が発見され、発掘調査が行われた。発掘物から約2000年前の香港で塩の製造が広く行われていたのではないかと見る、考古学者もいる。王補会は、漢の時代に、主要な真珠洋食工であった。 この活動は、南関に頂点を迎え、民まで続いた。唐の時代に関東は、国際貿易の中心として繁栄した。現在香港の深海にある田室門が、港、海軍基地、塩製造の中心地となり、後には、真珠養殖の基地になった。ランタオ島は、塩の密輸で政府に対する暴動が起きた塩製造の中心地でもあった。北宋の時代、 元明西紀殿に、八家の東一族が定着し、そのうちの一人で紳士となった東府京により、力へ書院が建てられた。これが、香港最古の教育機関である。モンゴルが侵攻してきた1276年、南宋の宮廷は、福建に、この時は、ンタオ島に、後に、京の九龍に移動したが、幼い皇帝小京帝は、 岳山の戦いで敗れると自殺を図り、自分の管理と共に歴史した。皇帝のために、自分の生命を投げ打った英雄にちなんで名付けられた、東遊慶国は、宮廷があった場所と考えられている。皇帝の管理だった、皇王は、今日の香港で、依然として崇拝されている。僧が終わるまでに到着した、最初の一族は、唐であった。 深海のほとんどの谷や平原に入植した。しかしモンゴル支配の時代に香港は中国から難民が流入して最初の人口爆発が起きた。東う、こう、文の五せは香港で最も早く入植した一族として記録された中に含まれている。この人々は性により認められているとはいえ、一族を形成する上でかなり初期に到着した。 人々である。人口流入と農業の軽度の発展にもかかわらず、この地域は依然として相対的に不毛の地で、収入を得るのに、塩、真珠、魚の取引で生計を立てなければならなかった。明治代の16世紀初頭香港に最も早く訪れたヒアジア系の人は、1513年に到着した、ポルトガル人船乗り、ジョルジアルバレスであった。 アルバレスの入植後、ポルトガル商人がカナンで貿易を始めた。同時に侵攻を始め、トンモンに軍事拠点を築いた。中国とポルトガルの軍事衝突が続いて起こり、ポルトガル人は駆逐された。16世紀中央、解禁がその結果として発令された。 外国人との接触を禁止する規定で地域の海上活動に制限された。香港の沿岸地域の村民は中国大陸に移住するよう命じられた。さらなる減少でこの領域の人口は1万6千人にまで減り、民から清への移行で民の反逆者から海外流出をもたらした。清の管理は多くの香港村民を村を破壊したり作物を刈り込んだり、 基金の発生で強制的に大陸に戻らせた。1760年頃の香港、マカオの地図1661年から1669年にかけてこの領域は高規定の命じた関東の沿岸地域から引き払わせる旋回令による影響を受けた。新案件の約1万6000人が内陸に移住を余儀なくされたとの記録があり、 そのうちの1648人が1669年に強制移住が廃止されるとこの地域に戻ったと言われる。現在の香港は主としてこの近令の間に荒れ地になった。1685年、高規定は関東と始めた正規の基準に基づく制限貿易を始めた最初の皇帝になった。制限区域に住む日アジア系商人に認めたような 貿易に厳しい規制を課した。商人は貿易ができる期間だけ居住できた。武器や戦艦、女性を伴うことはできなかった。決済は銀貨で行われた。イギリス東インド会社は1699年に初めて中国に海洋投機を行った会社であり、以来イギリスとの香港貿易は急速に発展した。1711年、 東インド会社は、関東に貿易拠点を設けた。香港は、新安県が管轄していて、清氏にとって、最も重要な軍事拠点の一つになった。1773年までにイギリスは1799年までに、毎年中国ではアヘンを2000箱規模で購入するほどで、関東では1000箱にまで達した。八家はこの領域を占領した。 最大規模の集団になり、中国のジプシーとして比喩された。塩と保存料の芸術を作り上げた。今日発火料理が、桜大腸塩鳥、盆栽のように持つを供するものとして行われているとは、いえ。こうしたものが、最初の世代の料理にどんな影響を与えて古い、発火の習慣をスリムにしたか証明するの難しいかも、しれない。ヘンリー・ポティンガーは、 アジアへの道を進むことになり、結局初代香港総督になった。ありがとうございます。